それでは皆さんお時間になりましたので、国際カウンセリングの方を答えも確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今日ね、お二人は2時からのカウンセリングにすでに入っていただいてましたので、私の名前で分かるかと思いますが、私大神と申します。よろしくお願いいたします。アシスタントの方とかね、いろいろとさせていただいております。で、私の方はですね、岩見先生のグループカウンセリング、私も皆さんと同じ形、ずっと後ろについてお話を聞かせていただいております。なので私がちょっと話をするというか、ディスカッションですね、ディスカッションの中に入らせていただくこともあるので、よろしくお願いいたします。で、まずそうですね、先ほどね、時間がちょっとずれてたので、岩見先生のプロフィールまだお伝えしないかと思いますので、もう武井さん覚えてるぐらいかもしれませんが、イブラヒム先生のプロフィールの方を少しご紹介させていただきます。ですね、イブラヒム先生の本名は、イブラヒム・イルアガード先生です。で、イブ先生という形でお呼びさせていただいてます。ニックネーム。イブラヒム先生と言ったり、イブ先生と言ったりということがあるんですけど、ね、こちらのグループカウンセリングで皆さん、イブ先生ということで、はい、お願いいたします。アイディアは今、ただいま仕事をしておられまして、国際カウンセラーで准教授をされております。で、カイロ大学卒業、エジプトですね、こちらの方、心理学を専攻されております。学士の方を取得後、宮崎大学の大学院を卒業されています。で、教育学部の心理学部のマスターであり、専門は教育学、心理学と障害児教育法というところのね、マスターコースの方を取得されております。一般心理学、障害児心理学、運動心理学、特殊教育、身体心理、スポーツ心理学なども手掛けられております。で、カウンセリングの方では、社会的な問題、人生のストレス、コミュニケーション不足、結婚、うつ病、個人的問題、学生の勉学問題というカウンセリングもされています。で、知的障害児の問題としましては、社会的問題、家族の問題というのを取り扱っておられます。あとはですね、高齢者のためのカウンセリングも行われています。で、こういった記録も持たれているんですけれども、また出版書籍の方も3冊書かれておりまして、一点はですね、日本語で本として出ています。自分の欠点を改善する新しいテクニック。こちらの方が日本語と英語とアラビア語。この3、3カ国語の、翻訳されたもので出ています。あとですね、今、ただいま日本語翻訳中のもので、人生の選び方。で、アラビア語と英語はもうすでに出てるんですけども、日本語の方の翻訳はただいま、行っております。あと、出版を待つばかりになっています。あと、人生を正しく考える方法としまして、こちらの方はアラビア語と英語になっています。これもまた日本語が出たらお知らせいただくということになっております。はい、先生の方はですね、こういった形で、カイロ、エジプトの方で進学されていて、日本に来てという形で、日本のこともすごくよく見ておられます。そういった中でですね、国際カウンセリングということをですね、今日やっていただくんですけども、国際カウンセリングであり、癒され放題というテーマもついているので、癒され放題って何だろうというところもあったかと思うんですけれども、癒されてカウンセリングというよりかはですね、もう皆さんにディスカッションをしていただく。いろんなテーマ、今日のテーマは、自己分析力アップという形になっているんですけども、ディスカッション形式でどんどんいろんなことを言ってください。で、最初ね、ちょっと戸惑うかもしれないですけども、いい悪いとか全然関係なく、自分がね、思ったことを、今思っていることをそのまま素直に言っていただけることが一番いいと思います。で、なぜそれをするかというと、僕にも自分自身がですね、このタイトルになるんですが、あなたがあなたらしくあるために、自分のことを知って、よりですね、自分をこうですね、高めていくとか、本当に自分をね、知っていくことで、いろいろですね、自分自身に起こることっていうのを、防いでいただいたりとか、良くしていったりとかっていうことをしていきたいと思いますので、本当に今日は特に分かりやすい自己分析も自分を知っていこうっていうことが一番のテーマになりますので、そういった形でお願いしたいと思います。はい、それでは、岩見先生、よろしくお願いします。一応ですね、多分初めての方いらっしゃるんですけれども、私たち国にいるのは、本当は国際のカウンセリングというのはですね、ただし私のイメ
際から国際の国際カウンセラーからのカウンセリングのアドバイス、カウンセリングの何かね、個人的な問題ではありません。私はいつも一般の話の中で、人間の中であるものは必ず叩いているのかなと思っています。今までの経験の中で。例えば、誰さんとか誰さん、誰が持っている国間違う、国間違いありません。自分、相手の個人が私は知りたくない。個人カウンセラーだったら、別のことなんですけども。でも私たちカウンセラーのグループで、プラクティスみたいな、練習になるよ。今度もし今から続くことがあると、今度10人とか5人の間でみんなで自分の自信で自分の間違いじゃなくて自分の吐き出すね、吐きね、吐くじゃない、吐き出す。吐き出すと言ったら、いいみたいな、なんか相手に私の個人がプライバシーが分かるようにとか、今の状態が私は思ってる場合ました。今からの状態はオープンの状態。開ける意味が相手はもうなんで例えば伊藤先生が例えば私はもう今日は悲しいですと言ったら切ってらっしゃっただったら何が思ってますか私悲しいですと言ったら例えばどうしようどうしよう打たない私は嬉しいですどうしようそれは罪ですただ私の目的は日本の方が一生懸命頑張っていらっしゃるただ自分が自分にとっても厳しくさせてると思ってます。私ね、今までの日本での経験で、個人カウンセリングやってる。ですから私この講座から始まって、自分が分かりましょう。知りましょう。Understand yourself という英語で、自分で知りましょう。なぜ自分で知りましょう自分の個人が知りたいじゃない。自分の 今までに自分のやり方、自分が自分にいつも理解とか、自分の行動とか、自分の考え方とか、もうちょっと見ましょう、もう一回。繰り返す。正しだったらもう一回、ちょっとどうやって振り返すね。間違い、その時言ったね、間違いはもう当たり前だから、人間だからね。人生で私たち来てるだから。ですから、やっぱり間違いことは必ずあります。やり直す。その意味です。ですから、ここの時間が、もう何て言いますか、自由で、人生の自由とか、年金の自由とか、やりましょう。わざわざ日本の社会は、人生の、自由がありますね、言うてる、自由の社会。だけど、日本人の人生的で、人間的で、自由がないと思うんです、私、イメージが。なぜいつもキープ、いつもクローズ、いつも出さない。いつも言うことは言いたいことは言わない。だから私言ってるのは、体の部分がちょっと少しだけ話したいです。体、これ体を持ってください、中にね。言いたいことは言いたい。言わなかった場合、例えば感情があると。なんか、今日は暑いです、汗。でも私は言うわ、みんな起こし、なんかね、よく、アイコン、エアコンディションがないから、言ったら恥ずかしさせるか言わないとかね。でも本当は熱く感じしながら働いてるとか体がねすごく体に厳しくさせてます例えば今日はあなたはもう仕事は一緒にやってないって言ってる、ね、でもやっぱり言ったら相手も来るじゃあ言わないで反対体に入っていく我慢っていうね日本のやり方で我慢っていうですから言ったこと言わないと、あ、こんにちは、どうぞ、これ、あの、なんて言いますか、言ったこと言わないと、すごく体に硬いというか、我慢というね、日本語だったら、感情、自分のフィーリングだったら、じゃあ、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、すいません。感情も一緒。例えば、愛しているの方がある。でも言ったらあの人はもうなんか自分のコミュニケーションと何かいろいろ計算がしてあるだからやっぱり言わないこれも体の中に入っていくの我慢感情話すそして考えること本当に正しく思ってるけど我慢しないといかない考えることでもねそれが国内
カーです。だから体のホルモンとかバランスは崩れてます。最後にごめんなさい、がんにあるんです。なので、体の、ね、ホルモンがおかしくなってようだったらやっぱりがん。我慢のことからですよ。ですから、吐き出すとかの問題じゃなくて、自分の自由で、楽しの社会で、楽しの言いたいこととか、言った方がいい。ですから、言わないんですよ。言ってるのは、自分の骨、この時間が使った方がいいかなと思ってですね。とりあえずね、私は難しいね。とってもチャンスで、練習する。そして吐き出すのことが、やっぱり時間といつが言うか。例えば、お母さん話す。やっぱりお母さんって言ってるのに何か本当はおかしいとか言ったらおかしいかないことだけど、でも時間が選ぶ。いつか。いつか言うか。いつか選ぶか。これやっぱり練習しないと、今度見つけることが多くなる。だから外我慢、我慢、我慢して、最後に爆発みたいになってる人がいます。うわーみたいな、精神的な問題出てくること。なる前に、がんになるとか、なんとかなんとかになる前に、やっぱり自分で理解、練習する、オープンする、もう少しリラックスになって。逆に、もし吐き出すだったら、見てください。ここに出します。やることはこう出す。考え方出す。いいですか？例えば感じていることを出す。体のストレスでも出す。すぐになんか空っぽみたいになります。体だったらね。だからあなたのホルモンがバランスになります。これとこれは全然違います。人間はもうそんなもんです。ずっと自分の中で入れて、言ういかないとか。例えば、恥ずかしいとか。恥ずかしいこといいことだけど、恥ずかしいこと言ったらなんか自分で例えば本当に言ったら子供間違ったことがあったとか言ったけど お父さんが怒らない怒るかもしれませんからじゃあ我慢、そして自分であここに入っていくと言ってるのは正しくなら信じてください。自分正しくなら言いましょう。自分の正しくの考え方を持っているやつだったら出しましょう。意見が今の新しい状態になってきた。50年の社会と今の社会は全然違う。言ってるのはビスカルじゃない。ビジネス的の生活と個人の生活は分けてください。別々ね。まず一つの。みんな問題はビジネスのルールで、ビジネス的な生活で、もう決まってるルール、家でもあります。街でもあります。ね、友達の間でもある。違う。ここは人間に厳しくですよ、自分。ビジネスだから、ビジネスだからです。OK です。いや、ルールがあるから。だけど、自分の個人が、自分の自由の生活。My world ね、私の世界ね。なぜ厳しくしますか？なぜ自分が自分に厳しくするか？時間が、やっぱり、ある時に自分でリラックスしましょうとか。時間があるときにおまごを使うとか。でも時間が全部スケジュールで、例えば9時のときは、9時から11時は料理する。1時から何3時は出ないといけない。何か選択しないといけない。一つだけ日本人の場合は、できなかった場合、エラーがなってる。もう今日は目的できなかったとか。じゃないです。ここにちょっと柔らかくしましょうって言ってるね。責任を持って、だけど自分で、フィニクサベリティ、柔らかくの考え方。ですからこの時間が練習だから使っていろいろディスカッションして私と質問何回でもいいです。私の反対デモの考え方先生ここ私あんまり反対です。言ってください。練習。何か話しながらディスカッションしながらとってもいいことになると思います。OK ですか？約束出しましょう。出すの？出すの？じゃあこれの約束ね。出すの？出したくないはもう私のタッチね。じゃあよかったです。これは出しましょう。じゃあグラスになるね。今度もしかもしれないグループはこのぐらい続いたら、いろいろ私がリラックスしてる練習がいっぱいありますから、なんかトレーニングとかいっぱいあるから、それはでもまずメンタルですね。まずここ。
まず10本戦の後はどん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 増えていきます。じゃあ行きましょう。今日のテーマは、誰が読めらっしゃるんですかね。読む人は助けてもらってください。自分で、だどうぞ。はい、じゃあ入っていきます。はい、何も英語いいな。What do you think about that? 自分に起こったことを分析できる自分がね。まず、thank you for your English ね。英語も practice chance。これもいいことね。意欲的に少しできてる。話したら英語。Thank you very much. Okay. So, 自分の分析。分析の言葉はすごい簡単に言うんだけど、ものすごく私が持っているのは深い意味です。とっても人生のために、人間のために大事な言葉です。なぜですかね、考えましょう。なぜ分析が必要か。まず、これは知らないんだけど。じゃあ、自分だけは、なぜそんな分析が必要か。なんで質問じゃない、テストじゃない。自分の意見。わからなかったらいいよ、まだ後で話します。言ってください、大丈夫。練習しましょう。じゃあ、こっちがまだいらっしゃったばっかりだから。ここまでどうぞ。はい、冷静に自分を見れる。素晴らしい。何だかだ。じゃあ人生は自分で見る。素晴らしい。何で言うか、それは普通と、なんかこう人と関わるのに、やっぱりこう自分のことを深くこうなんか知っていたり理解していたりとか、なんかコミュニケーションが素晴らしい。いいことですね。コミュニケーションも必要だから、やっぱり分析はしないといけないかなと思ってね。すごい。はい。素晴らしいね。よく生きるためには、自分のことをもっと深く知らなくちゃいけない。わー、あなた方は国際カウンセラーみたいな。素晴らしい。全部言われちゃった。はい、止まってる。はい。そうですね。はい。分析的に。なんで自分を知らないと。そう。他のことは何もできないですね。素晴らしい。そのことで自分知らないと何もできない。自分のことを分析でもしないと、どうやって感想になるかどうかの問題じゃない。誰とか。まず自分ね。自分がわからないと、他の人は何もいいことは出さない。Start from yourself. 自分からです。Start from 自分からです。例えば、同じ仕事の時は言っても先輩と後輩に日本がいらっしゃるからシステムがね、先輩できなかったらどうやって後輩に教えるの仕事は、ね、同じ意味です。自分のことは知らなかったらどうやって相手の問題を選択するの。この辺考えるとそうなと思う。分析はとっても必要なことです。でもどんな分析、コミュニケーションのために、OK、さっき、でも一番大事なことは自分が分かるため、分析は必要です。でも今の分析のイメージは全然違う。私の分析は普通人間でも何でも起こっても私の人生の中でライフね、説明しないといけない。例えばこれは落とした。なぜ落としたんですか。ここまで私は考えています。もしかして私は血中良くなかったか、だから筋肉は柔らかくなって今落としたね。もしかして、可愛いな女の人来たから、可愛いなと思って、じゃあ、これ、どうしたらありますね、この人。例えば、あこれはね、グラム。ね。もしかして何かね、例えば、私を寝ていくとか、寝てたとか、ここまでの分析、細かいあなたの起こったもの、起こったこと、自分の人生の間で、そうって。でもね、病気にならない、例えば、何かあったら、分析、こうにしないといけない。あじゃあ、乱暴がついた、じゃあ、これじゃないよ。私して歯からない、笑っていいですよ。これが、この分析を間違います。私言ってるのは、あなたの周りの大事なこと。
えば旦那さんと例えば、ね、奥さんのコミュニケーションができない。なぜ分析しないと。どんなふうに分析しようコミュニケーションのミスコミュニケーション。旦那さんと奥さん。たくさんありますね、これは。意見の私たちの分析は、じゃあ、ケースバイケースね。もしかしてコミュニケーション、なんか意見が違う。考えことも違う。ですね。なんて言えば、もしかして年離れてるとか。分析しないといかない。ミスコミュニケーションの場合。なぜ生活はうまくいくよのため。家族のためになることじゃないですか。もし私は結婚する前に、選挙をやる。もし私結婚する前に、じゃあ分析します。この相手はどんな考えだったか。みんな結婚する前に、この相手はいくら持ってるとか、ね、家を作るかどうかとか、自分のリングは何万とか持ってくるとか。その計算ですね。この分析じゃない。これは計算と思ってます。でも私言ってるのは人生的、人間的な分析ですよ。相手はどんなことを考えてるか、どんな性格か、どんな心を持ってるか、どんな気持ちを持ってるか。みんなそぶって、大体ね、少しだけ、そぶって自分が何をするか、どこ家を借りるか、どのリングは買うか、これ全部。だから生活、離婚の生活はどんどんぐちゃぐちゃになって、離婚が多くなって、日本で。社会人でもあります。なぜみんなは一つの見方だけ見てる。分析じゃない。これは計算。だから一番大事なのは、計算と分析は分かりましょう。計算の場合は、何々でしたっけと言ったように。でも分析の場合は、人生的な。相手は何を持ってますか。気持ちどんな人。あげてる人気持ちが、助けてもらってるとか、すごく優しいとか。何とか。それが結婚の場合は必要。例えばね、人生的はずっと一緒にいると、すごいそんな簡単なものにないと思う。それだったら正しい選び方になるじゃないですか、分析すれば。ここまでの分析。みんな間違いは、今の社会は計算と分析はミックスしてる。この計算が分析と言われる分析じゃない。分析はやっぱり自分の将来のため、もらいのためにの予定、正しい予定が作れます。例えば、イブ先生、自分の能力は分かっているだったら分析でね、例えば英語できる何々とか、寝相とか、何々とか、これ分析ね。自分の能力を分かるように、分析も助けてもらうじゃないですか。自分のことは分かってるだったら、今度仕事の選び方が、どこから仕事行く。じゃあ、コンピューターできるだったら、なんかできる心理学だったら、じゃあ、アイデアで仕事しましょうとか。でも、自分で利用上手とか、あとなんかね、そんな心理学勉強してないとか、なんとか、じゃあ、お嫁の屋さんとか、食事で、なんか、クッキングね、するとか。これは分析からですよ。でも、分析なしで自分の能力はどうやって分かる？もし分析しなかったら、自分の能力分かりますか？分かる。やってみないと。じゃあ、やってみましょう、今度は。自分の能力はまず、じゃあ、今日はケースはしましょう。A さん、いつも私ケース出してるね、大学人じゃない。A さんの、もし、この人の、ごめんなさい。これは A さん、かわいいの A さん。ごめん、かわいくない。A さん、分析した。A さんの、まず、いろいろありますね。心があります。頭もあります。体もあります。ボディね。その後はコードありますね。みんなに。でしょ？大体みんなの人生です。頭であの人はどうやって分析するの？難しいね。
これは知りたいだったらここに見てください。コードコミュニケーションのコード、相手と。その時はあの人はやっぱり優しい、あの人はやっぱり厳しい、あの人はやっぱりこれも追加しないといけない。だからコード見ないといけない。ここの場合は自分の親戚たち、自分の子供にとか、自分の仕事の仲間とかね、どんな関係とか、どんなコミュニケーションとか、そのところはここを見ようと思います。体の場合は分析すれば、例えば背が高い、すごい体、いい体してるとか、その時はやっぱりじゃあインフォメーションです、コロナでじゃあ働きましょうとか、こういう分析は必要です。ここまでです。でも A さんは分析する前に自分が分析しましょう。誰が分析、自分のことが分析できますか。できる、自分のことが半分ぐらい。素晴らしい、半分ぐらいでも成功、素晴らしい結果。なぜ半分ぐらいできたら次いきますよ。 10% でも OK。 私言ってるのは Let's try it、行きましょう、試ししましょう。いつも私の言葉、 Let's try、 We must try ね、We can change ね、 We must try。 そうだからこれはできます。いいですか。じゃあ 50% 素晴らしいと思います、今まで。そしてでもここまで止まらないでください。頑張っていこう。 100% じゃない、完璧でして、ベスト No。 じゃあ Thank you、 ありがとう。じゃあ何パーセント、5、10、30、10分で素晴らしい。さっきの授業の中で言ったね、これは完璧、ベスト、OK。 でも僕に止まらないよ。なぜ今から説明します。分析が自分が分かりましょうね。一番です。はい、何パーセント、 30%。 少し謙虚。もっとしてると思います。一応、じゃあ30%。自分で信じてるから。I believe you ね。信じてます。That's great。何パーセント？35。5% でもスタート。35。35。じゃあ、スタートしたらよかった。素晴らしいね。35、30、30。数字の問題じゃない。もしかしてこの30とか、35は50よりもっと深い。人間とのケースとケースは全然違うから、人間の考え方がこの辺、例えばリンゴが食べたい、例えばね、リンゴが食べたい、でもみんな例えば皮、リンゴの皮ね、なんかナイフでこうこうこうしてる。他の人はこの皮のビタミンについてます、栄養はね、ついてる。例えばエジプトでは皮はもう取らないでくださいって、切り洗ってそのまま食べて、なぜ栄養があります。皮の中で皮抜いたら栄養はもうなくなってる。リンゴの中で考え方がテレビも言ってる。むしろ日本人がエジプトに行ったらその時は切ったらやりますか、皮そのままで食べる。リンゴは日本でやっぱり必ず何か抜くんですね。でもエジプトに行ったらリンゴが皮で食べます。のぐいように食べますか、もしエジプトで行ったら。試してみる、試してみる、はい、食べます、食べます、動きます、はい、おー、はい、食べてみようかな。食べてみようね。じゃあ試しよう、食べてみよう、何か。じゃあつらいね、他の人、もう一人は、うん、ダメ、日本の方がいいってしない。ここのポイントケースとケースは違います。自分の考え方と考え方は違います。ここのポイントですよ。この絶対食べない人言うと、あとでフレキサビリティで何か柔らかくで、いや食べますと、この人の考え方は自分の分析をものすごく難しくなる。あの人の